でもいいから1匹釣りたいね。あ、ちなみにドラグは一応ねフルロックです。5キロフルロックにしてる。いやーきついよおきついんですけど無理やれることがない。この水深だったらスイムができるはず。かなりきついですね。生命保険。もう表層を巻いて食いに来たやつをぶち抜く。はい、来ない。イソゴンビ来るかな。そう、好きだよね。こういうとこ、こういうところで、ね、イソゴンビが大好きなところだね。荒れてる海の浅瀬的なところね。で、そのエッジ付近にはベラが住んでるんだよね。で、そこにはあのクチナジじゃないけど笛吹き系が住んでる。で、ベタ底にはハタが住んでる。ハタ、笛吹き、ゴンベ、ベラ、あ、ベラゴンベっていう感じで住んでる。あ、良さそうなスリットがあるよ。あ、これはやりやすそうなスリットだ。魚がいるかどうかは知らん。あ、これは簡単スリットだ。よく見るとね、綺麗なスリットじゃなくってそこにやっぱゴツゴツした岩だらけですね。手前側、手前側。ない。おりませんでした。こういったとこ住んでるよね。こういったスリットの入り口って彼ら好きだよね。あー、これ怖いな。力こうかな。これじゃ先はあんま行きたくないな。皆さんが思っている地形とは違うんですよ。投げてもフラットじゃないからね。投げてもフラットじゃないよ。この20メートルとかさ、10メートルの岩がボッコンボッコンあんの。こうやって。だから投げるじゃん、落とすじゃん、もう終わりなんで。でもその中でも綺麗なスリットだったりポケットがあるからそれを打っていくんだよね。そう、そういうのを知ってれば大丈夫。知らないでやたらめったら投げるともう根がかり祭りだよね。本州と同じ釣りっていうのは、うん、不可能。同じことはできないって思った方がいい。フックが引っかかるんじゃないんだよ、ラインが引っかかるんだよ。俺、僕がよく言うけども、もう高低差がありすぎるからラインが途中のこのエッジに引っかかって終わるんだよ。まあ、P だったね、メディーダーもそうなんだけど、実はフックは引っかかってないんだよ。ラインがここのビルの先端とか海の中にある隆起したものに引っかかってるだけなんだよ。わかりやすいな、こういうなのかな。あー、波が来ちゃった。海の中もこんな感じなの。俺が今立ってるところは浅いじゃん。でも深い、浅い、深い、浅いを繰り返してるじゃん。ボッコン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 。これも海の中でも同じなんだよ。フルキャストしても。だからメタルジグとかをスーッと落として、この上に着底したんだったらば引っかからないけど、こっちの中に、そう、中に着底してしまうと終わるんだよ。フックはかかってないけども、ラインがそこに引っかかっている。昨今の株価だな。終わる。でも嫌いなところにね、いるんだよね、魚。魚はどこにいるかって言われると、そのスリットにいるから。困ったもんだよ。沖縄の釣りは全部がこうだと思った方がいい。そう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 。これが沖縄が、あの、根がかり祭りの真理ですね。いや、みんななってるよね。それは。無理なんですけどって。ガングリーンバス。無理。
だから今も俺もドラッグフルロック でさらにそいつら中に入るからスリットの中リーフの中に入っていくからもう終わりですよ。入られたら終わりゲームセットかけたら死ぬ気で浮かせっていうのが鉄則。流暢にファイトなんて知らんねえよ。これは小さい魚でも起きるからね小さくてもね中に入られたらもうおしまいです。2、30センチの魚でもね勝てない。いやでもやることねえんだもん俺今投げらんねえ投げたくても投げらんねえ。潮が止まればいけるかな。ちょっと穏やかになってきたね。2時ちょうど今が潮止まりだ。いつ牙を見せるかわからんからなこいつら。白い歯見せるとな海はすぐ牙を見せるからな。うわ怖え。あ怖え。ここいいなあ、違うな今のは今のは目だな。これサンラインサンラインのシグロ。結構でかい。はい、笛吹き。いやー、久々そんなに大きくなかった大きくないけどもよく引く魚なんだよね、これが。はいあはい口なじ。うん、なんとか釣れてよかったよ。よいしょ。でもこれって思った以上に引くからね多分君たちが思う以上にこいつは引くんだよ。でもよかった釣れて。久々だね。うん多分多分俺もあんまり自信がないってね。はい、こんな感じ。綺麗でしょ、とっても。よし、逃がそう。小さいけど綺麗ですな。ね、美味しい魚だよ。ほい、ありがとう多分間違えない。それ好きけん、ソースじゃなくてよかったな。いや、よかったよかった。うん、引く。アホかっていうぐらい。よいしょ。はい、到達。あ、これはいいスリットだ。行ってこーい。左肩にさ、あのすげーでかい魚がいいんだけど、40センチくらいのなんかよくわかんねえトロピカルなやつがいるんだけど、すぐ左。あ、逃げてたそこのエッジのを乗り越えて手前側にいた。何かは分からん。トロピカルな中、青と黄色とエメラルドグリーンのよう分からんやつだ。これがね、今は潮止まりだけど、潮が動いてる時にこれができれば最高なんだけどね。綺麗だよねこれ分かりやすいよね。あの海の底もこうなってんだよ。キャストしてここに落ちれば目の前に落ちれば引っかからない。キャストしてここに落ちればラインがここの手前のエッジに引っかかって終わるっていうのが、フルキャストした時も同じことが起きる。これすごくない？これこれすごくない？ででででたーブー
はい、5メートルくらい。こんなん落ちたら死んじゃうっつうの。これが潮が高い時に落ちたら死ぬよね。吸い込まれますか。あー怖いなー、吸い込まれ。おおお俺の心を折る波だったな今のは。あの洗濯機の中に引きずり込まれたら俺死んじゃうよ。もう安全帯。おーとまあ今日は調査ですからね。こっち側今俺初めてのポイントやったことない。今日してるのね、この辺のポイント。だから地形だけ覚えれば今日はよし。わーん、ちょっともう新しいのにしよっか。びっくりした、びっくりした。スキューバー勢が2人いて3人突然横から現れて、マジびっくりしたんだけど、なんかいる、でかいサメかと思ってた。わらわら3兄弟、スキューバー3兄弟。エントリーするのは左からなのかな。いやマジびっくりしたんだけど。おい、釣ってみて、あんなもんビビるわ。いや、ビビったよ。ここからがじゃあそのエントリーポイントなんだね、スキューバーの。あの人たちちょっと左に行くっぽいから、じゃあもう僕は戻りましょう。やっぱりスキューバーの人の邪魔になってしまうんで。よいしょ。うん。だったらいいだけ高いのと安いのでは圧力結構違う。まあでも命に関わるものですからね。私が言えることは疲れない、高いライジャケは疲れないというのがとってもいいね。コンプリートが 8.5 キロ、アルティメット V3 が8キロ。おお、違うんだ。この左右なんていうのかな、バランスがいいのがいいと思う。あったはず、あったはずだけど、なんでこっちを買ったのかは覚えてません。リバレーのやつってドリンクホルダーどこについてる？なんでこっちに買ったんだっけ、覚えてないな。あれかな、このストーンってなってるからだったっけ。僕ってこのなんだっけこれ。もうかけてわかんない。まあこのケースが1個入ればいいんだよね、2個。なんか厚みはいらなかったんだよ。厚いのがあるとなんかよじ登ったりさ、携帯性が悪いじゃんね。よくね、これが2つ入りますとか、そんないらないんだよ。そんな RBB ゲームベストはドリンク右後ろだね。右後ろか。でいつも思ってたのが、ドリンクホルダーが右にあったり左にあるとそこに重量がこう傾くんだよね。だからどっちかの肩が疲れちゃう、体が。だから背中に要はこうドリンクをお尻のとこに横にさせた、この重量が左右バランスがビタになる。でも縦にしてしまうとこっちに重量が 500g の重量が傾いちゃうじゃん。これがすごく嫌だったの、前のライジャケはそうだったから。でもお尻に入れると重量がね分散されて平行になるから疲れないんだよ。荷物は全部浮かべて引っ張ろう。いやいや、あゆ釣りじゃねえんだよ。本当にそれだけですごい疲れない。でもあの同じアルティメットを持ってる人が言うんだけど、ドリンクホルダーをてかドリンクを取ったりするとき体が硬い人はあの疲れるっていうか痛い。肘が硬いというか肩が硬い人はこの背中のね、お尻のところにあるドリンクホルダーを取るのだけでも辛いんだよ。俺は大丈夫。痛えになん、痛えに。
濡れそうになるからな。ドリンクが入れづらいっていうのは確か。ドリンクスーパー入れづらい。イライラしてるね、入んねえよクソがって思った時はもうしょうがないから、こうやってよいしょロッド刺して両手でクソがって思いながらこうドリンクを取り出す。ドリンクを取り出すのは楽だね。ドリンクをしまう時が大変。あとドリンクを戻す時も一発で入らないとかた外れそうになる。そう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 、スーパーイライラするんだよここ。でも両手だったら別に何の問題もないよ。でさらにあの背中に、背中の D 管にあのネットがあるじゃん、ネットぶら下げてるじゃん、そのネットが邪魔でおいどけよって思いながらドリンクをこう入らねえよクソがとかいうのがある。おいネット邪魔すんじゃねえよってというのはある。でもそれ以上にあのドリンクが横の水平になることで力が分散されてね、重みが分散されて体が楽ちんという大メリットがある。僕はそっちを取った。ホルダーの入り口がふにゃーって曲があって捨てるとき肩ボロボロになる。そう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 、グーわかる。ぶち切れそうになるもうその時。わかるかな。これは持ってる人じゃないとわからん。他のメーカーにもね、そのドリンクホルダーが横になる、縦じゃなくて横になるっていうのがあると思うんだけど、そっちの方がね僕はおすすめ。何がいいんだろうな。うん、あとは特にいいとこない。特にいいとこない。締め付けがいい、締め付けがいい。高いのと安いのはその締め付け。装着感がいい。ものによってはね、腰にベルトがついてるやつあるじゃんね、ランバーサポートみたいなのさ、もっと高いけどさ、あれどこのメーカーだっけ。あるよね、正直言うとね、そういうのも欲しいね。体に優しいライジャケが欲しい。どこに向かってるん。俺適当に向こうは歩いてるだけ。この辺さっきもう全部打ち尽くしたから、もう向こうに歩いてた。ちょっとね、今日の潮ではね釣りにならなかった。本当にひとときしかエッジ付近に立つことができなくて、釣りが成り立ちませんでした。はい、お疲れ様でした。まだねちょっとリーフエッジに立つには早いです。もう少し季節が過ぎないといけないですね。釣りにならなかったです。潮止まりの時にちょっとポケットにねちょちょいって入れて、このいつものカーエーバリシステムね、ちょちょいと入れて釣ることはできましたけどね、ちょっと残念。もう少し潮が引くようになったら遊びに行きましょうかね。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。あー寒い。